はい、本日は2月の1日、2020年ですね。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療というのは常に進化する学問であり、実学です。オミクロン株も吹き上げられてますけども、だんだんとオミクロン株の正体も分かってきたので、正しく恐れて、ね、冬場は換気とか室で、空気中のウイルスを、できるだけ吸い込まない環境に、持っていきましょう。それではですね、次からアーカイブですけども、人工授精についてということで、洗浄濃縮がない場合、腰痛が起こる可能性があると聞いたのですが、その点はどのような対処法をしていただけるのでしょうか。また、した場合としない場合の妊娠に至る確率やメリット、デメリットなどがあれば教えてください。精液にはですね、プロスタグランディンっていう、子宮を収縮させる物質が含まれているんで、さらになおかつ無菌ではないんですよね。だから、洗浄をした場合の方が菌数も減らせるし、プロスタグランディン数も減らせるということで、洗浄濃縮をする場合が多いですけども、まあ、当院ではもうそのまま原液を人工授精という形にしてますんで、やはり下腹部痛の感染、あるいは痛み、その時のプロスタグランジンによる痛みっていうのが起こってきます。ね、で、まあ、ある程度成功に近い、ね、状態で人工授精ができるので、それはメリットかなと思うんですけども、やはり痛みや感染の可能性はあるということがデメリットになると思います。また痛みの対処法は、これは痛み止めを使うしかない。プラスタグランジンの一時的な痛みですからね、痛みを使うしかないということになりますんで、痛い間はしばらくベッドで様子を見ていただくという形になります。それではね、時間もあったので、失礼します。まあ、好きなカードを選んでいただく。例えばこれを選んでいただいたらハートの3、ハートの3を選んでいただいて、ここ真ん中入れて、トンと叩くとハートの3がここにある、今ハートの3が一番上にあります、一番上にあるハートの3ですけども、これを、ちょっとこれをここに、そしてやっぱりここ